株式会社、松本清は、千葉県松戸市に本社を置く、ドラッグストアチェーンの日本大手企業。松本清ホールディングスの子会社にして、松本清グループの中枢を担っている。代表取締役社長は、大田隆公式役所は松木清。主に、関東地方、東海地方、関西県の都市部にて小規模店舗、郊外において、 ロードサイド店舗を主力に展開している。調剤薬局併設型の店舗も展開している。また、2005年8月にはドラッグストア業界で初めて電子マネー、楽天エディを導入している。プライベートブランドとして MK カスタマーを発売しており、医薬品、化粧品、雑貨、食品と4つのカテゴリーに分けて展開している。また松本清と化粧品メーカーとの 共同開発化粧品も展開している。MK カスタマーは松本清だけでなくグループ会社や提携先企業の店舗で取り扱っている。2015年12月24日、新プライベートブランドとして松清を発表した。松本清の各店舗にはその店が何号店であるかが店頭に明記されている店舗もある。1000号店は 京都府京都市下京区の新京極店である。社名の松本清は創業者の松本清の名前から取られた。2020年6月5日に和歌山県一号店を出店。これによりドラッグストアとしては初の全都道府県への出店を達成した。2021年10月をめどに同業他社のここからファインと経営統合する予定であると、 日本経済新聞により報じられ、同日に経営統合に向けた資本業務提携などの基本合意を締結したと発表した。ドラッグストア事業が中心であり、売上高の9割以上を占める。2005年8月からは、ドラッグストアのフランチャイズ展開を始めたほか、2006年3月には、駅中向けの新型店舗、 2010年7月には株式会社ローソンとの共同開発店舗を出店している。1990年代まで創業地の千葉県松戸市小金地区やその周辺ではドラッグストア事業だけではなくスーパーマーケット、ホームセンター事業や現在でいうコンビニエンスストア事業を展開する多角経営かつドミナント戦略により小金 柏界隈で高密度出店を行っていた。1990年代後半にドラッグストアに一本化してからは、やや弱まったものの、同地域では依然多数の出店が見られる。スーパーマーケット事業は競争激化に伴い2006年8月20日をもって完全撤退した。スーパーマーケットの店舗は、その多くがドラッグストアに転換しているが、お母さん食品館。 生活共同組合千葉コープ、コモディイダ、鶴亀ランドに転換した例もある。コンビニエンスストア事業は1996年にドラッグストア事業に統合された。ディスカウントストア事業、ホームセンター事業もすでに撤退しており、スーパー松本清、ディスカウントボックス、ホームセンター松本清を名乗る店舗はいずれも現存していない。2006年3月13日、 新業態の COS メディステーションを開店。また2009年7月13日には医薬品に特化した新業態のコンビニ型ファーマシーメディ松清の展開を開始した。大半の店舗は当社が運営しているが、北海道、東北、北関東の店舗は2008年7月1日付で松本清東日本販売へ沖縄県を除く九州地区及び、 山口県の店舗は2012年4月1日付で松本清九州販売へ山口県島根県を除く中国四国地区及び兵庫県姫路市の店舗は同年10月1日付で松本清中四国販売へそれぞれ運営を移管した1000 <1, S 1> 店目となった松本清京都新京極店メリー松木用目地下店松本清志茨城半球本通り店 松本清姫路駅前店、松本清武蔵の八幡町店。ここで言う、フランチャイズ契約とは、当社のフランチャイズパッケージによるドラッグストア事業を行う、フランチャイズ契約を指す。1996年4月より、テレビ CM の放映を開始。ありがとうございます。